田尻コレノブは、江戸時代の筑後国柳川藩の家臣で、一時期浪人となる。繁殖は、不審役。矢部川海州や海水路新設、柳川藩領の有明海海,海岸埋め立てや磯島、東男、高い仮遺跡の新設などの土木事業に貢献。意味縄おもんみしん。通称は、相場、相継ぎ、相衛門。価格は、組保科書院版。国高は百国。 田尻相場で一般的に知られる。立花明虎の時に、組保科書院版から十字節組に転属し、16歳で、淵知米を拝領。元六八年に江戸に登る。元六十四年に病気のために暇をもらい、浪人となり、法営六年二月二十八日に以前と同じ、淵知米をもらい再始館する。後に、上中不信役及び在方不信役に、 同時就任。父の田尻コレサダは、永六年間に、立花同説に仕えた、田尻明春から六代目の子孫という、コレノブはおもん定の次男にあたる。通称は、僧女。元六年間に、柳川藩の不信役に就任し、柳川藩の領内絵地図の作成に従事。元六八年に、 阿賀津間郡北山村の曲がり松から山下までの矢部川沿岸線300軒の千窓井の築堤工事が行われるが、この主任となる。元禄10年には判明により別業、ご茶屋集計堤を完成させる。これは後に、藩主家別邸のお花畑の前身となる。他藩の不審奉行相当。法歴年間まで柳川藩に奉行という職があり、それと混同を避けるためか、 柳川繁役職名には、武行よりも、役の方が多い。ありがとうございます。